イギーズエアシップ、イギーズエアシップ、これはもう分かりやすいですね。イギーのエアシップってことで、おそらくイギーを倒さなきゃいけない。まあここの条件書いてあるからね。まあイギーを一体ってことで、まあこれはゆっくりアイテム整えて状況を整えていきましょうか。それはみんな同じ考えか。センキュー、ありがとう。違う、ごめん、マジで浮気なかった、本当に。違う、ま、前行こうって、お前の道を開けてあげたんだけど、ごめん、通じなかった、ごめん。勝つか許して。その分ちゃんと責任持って僕が勝ちます。左にあったあの鍵は、鍵ドアは一体なんだ。死んだ方が早いか。いやでもせっかくここまで、帰った方がいいよ。もうあいつと俺仲悪いから信じてくれなかった、マジで。誰開けたの？てかどこ鍵？ピンクか、ピンクが開けたんか。まあただイギーを倒さなきゃいけないんで、そこまで。ふっ、またやり直しな。ここに入って裏のコースです。こっちが多分イギーズエアシップだと思います。はい、そこまで差は生まれてないね。イギーは多分ここにはまだ生まれてない。それか、うわマジか、これでかい、うわマジ。うん、でもピンクも食らったっけ、さっき食らってるね。うん、なら行くか。ちくしょう、まあでもイギーなんで、はい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 。これは無視していいのかな。2個使うことないよな。どうだろう、行っちゃおうか。先行って、もし必要だったら帰りましょうか。うん、はい。で、イーギーが全く見当たらない。このエアシップ終わったぞ。はい、こっちに戻ってきました。じゃあそれもらいたいが、いや先行っていいよ、マジ先行っていい。んー、なんだ、フラワーの方が絶対いいじゃん、取りたいのこれ。あ、でもこっちの方がいいか、プロペラの方がいろいろ自由が。うん、帰ってったか。じゃあすぐ、ルイージがいないから。でもイーギーむずいんだよ、この動きはやめない。トン、はい、多分あいつらいいタイミングで来ると思うんで、まあそれはもう覚悟の上でちょっと普通に戦いましょうか。できるだけ早く。全然来ないね、それにしても。もうすぐ倒しちゃうよ、俺も。一瞬倒しちゃうか。ルイージが来る前に倒しておきたい。あ、長いね。あいつちょっと違うルート行ってない？どこ行ってんの？死んだ説ある？嘘？来やがったな、一番いいタイムで来やがった。ただあと2回踏まなきゃいけないですよっていうムーブしよう。まだ全然ありますよっていうムーブして、ここで行く。君にプロペラはなかったようだね。君にプロペラはなかったようだ。それが範囲だよ。危ねえな、危ねえ、死ねえ。ふん、待って、ピンクどこにいるの？お前苦いなってるで、奪われたよね、奪われた俺。どっち？俺持ってる、持ってる。ああ、え、ごめん、そこ入るんだった、ごめんなさい、死ぬほどごめんなさい。じゃあやったとか言ってるけど、まだ終わってねえからな、ざまみろ。俺もう覚えてるからね、こっちにネズミ返し、ネズミ横ネズミ返しがあったの覚えてます。あ、違うか、ここに来て伏線回収、ルイージがいたわ。ちょっと待って、本当にマジで俺奪わなきゃ、本当になかったから、やめて。ざまみろ、だから奪われるんだよ。シューして、おい、溺れてるわ。もう一回帰ります。うん、ごめんなさいね、ちょっと時間食いちゃってすいません。はい、戻ります。はい、でルイージもいるんで、ちょっと早めに行きましょうか。いや、ここあれ、ちょっと、そう、ドアだったね、もう焦って右行っちゃったわ。でプロペラ絶対取った方がいい、機動力上がるんでね、機動力上がるんで、絶対これプロペラ保持していきましょうか。絶対食らわない、うん、時間かけていいぞ。トーン、はい、全然時間かけていい、うん、こんぐらいゆっくりしていいぞ。さあ、あそこでどうやって乗り越えられるか。ルイージやっぱ来なかったね、やっぱ下手だったあいつ。普通に俺と噛み合わなかったわ、もう戦闘力の差が違った。でここに多分いないと思うんで、あいつら落ちたと思うの、どうだろう。はあ、ここ入っ、あ、まだあれか、そうか、この先か。うーん、ピンクいたね、さっき。どうすか、頑張りましょうか。来たね。誰だ、ここで時間稼ぎもできないんだよ正直。だからあっちに待ってるんだけど、ちょっと運に任せて、ぐちゃぐちゃでいっちゃう、ぐちゃ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 でいこう。動かない、ザコ、嘘でしょ。ドア入ります。マリオ、最後の砦でマリオなんだけど、正直もうここら辺よくわからん、どうなってるかわからんけど、難しい。これはね、アイテムだな、とりあえずアイテムを摂取するところから始めよう。カモン、嘘でしょ、押せ、サンキュー、もういっちゃうかこれ。あ、なんだ、上がってくるやん、なら話は別。全然思った通りじゃないんだけど、ち
ついね。行ったとこ、もう少し待つか。うん、ここを無理して行くよりも、無理して行ったってどうせ。下がれ。まあ一回ここは待とうか。待とう、待って、ワンワンもいるから、そんな絶対に一人で行ける。まあこのルイージだけ、ルイージがいないタイミングで本当は行きたいんだけど、まあ来やがったか。だったら長くなりそうだな。どうすっか。あっぶね、ゴールキーパー様なくてよかった。どうしようか。思いがけないところから行かなきゃちょっといけないと思うんだよな、これ。こっちから行きます。あとは泳ぎだけ。いけいけいけ、頑張れ頑張れ、いけいけ。そうだ、上からだ。あぶね、ごめんね、鬼としねえわ。待てよ。なーだ、あぶねえ。あ、よかった。けどさ、でも多分正規ルートで行かなきゃ多分ダメだと思うんだけど、どうだろう。ピンク消えたけど、多分あれは人の頭借りなきゃいけないところで、正直戻ってるね。死んだルイージだけ頑張ってたわ。お前だけ勝って、お前勝ってほしいんだけど、ただこれは勝負なんで。2回目、いやごめん、これ攻めて左に攻めていって、そうね、追いつかれるよりかは、そうね、こっちで待ってた方が多分、ね、確実だと思うんだよな。うん、今のね危なかった。あっちに行ったらもうこれ追い抜かせないから、危ね、よかった。さあ右に行き過ぎたら危なかったね。はい、さあ始めようか。どうしようか。これ水がなくなった瞬間やばいね。水がなくなった瞬間がちょっと、ほい、そうだ、来た。一番いいタイミングで水が下がってきたわ。やっぱ陸の方が絶対、うん、いいと思うから。うまくねえよ、ちょ、危ねえ。でクレイジーランラバリー、クッパジュニアすべて、あ、これすべてっていうのが肝だね。すべて、あのクッパジュニアが2体しかこのコースにはいないので、まあ、2体まずは見つけることだね。見つける、あ、これ全然取っていい。センキュー。ただ俺は押さないよ。あぶねえ、せっかくあそこまで取ったのに無駄にして、あー、まあでも全然大丈夫、焦んない。あのクッパジュニア2体は全然長いので、まあスターがあったら話は変わるんだけど、まあおそらくない、僕が決めました、ない。危ない、せっかくあそこまで取ったのに。この先にも多分結構ね良心的なコースなので、うん、おそらくこの先にもアイテムはあると思います。あれ開けてくんね、頼む。あんなんだこれ、いいよ、結局取れねえ、結局取れねえ。じゃあここをちょっと開けてみる。ないかな、1個ぐらいちょっと作ってほしい、ちゃんと作って。ナイス、あ、でけえわ。多分おそらくこの先にクッパジネが2体いると思うので、彼ら戦っていると思います。え、まだだよな、まだそれじゃない、そうだね、ゴール条件出てないから、まあ、ここで一回、いろいろとアイテムを整える。クッパジュニアで、クッパジュニアヨッシー取って、しかもフラワー、これでかいっすね、一番でかい。なのでやることは、来い、帰ってきてください。行ったわ、あいつ、なんかヨッシー乗り捨てていかなかった、あいつ。はい、ありがとう。さあ始めましょうか。1年間のブランクがあるとはいえ、僕には才能があります、関係ない。それは無理だ、それは無理だ、どう考えてもそこいちゃ無理だ。ただ彼はあんまりね怒れない。なぜかというと、彼はキノコ出してくれた。今チャンスか、今、あー、ちょっとなんかさ、そのさ、なんかしゃがんだりしてさ、な、何、俺も戦いづらいんだけど、何、仲良くやりたいんかガチでやりたいんか、どっちなん。そこいるのさ、あ、一番よく、俺だけなんで、なんで、なんで、いつも。でもこの先にまたいるんで大丈夫です。クッパジナがいると思うんで。いるよね。変わってるな。一回左行くわ。なんもないと。なので彼に道を作ってもらって、俺らが行けないように上から行ってるわ、あいつら。マジで賢いな。行きましょう。はい、行ってこい、行って、いいよいいよ、ゆっくり落ち着いて。全然クッパジナまだ1体残ってるんで、そんなにスターとかもないんで、まあ、開けるか、これ。はい、あれ、どこっすか、もうここかい。いや待って、こっから遠隔射撃して、もうこれ運に任せるしかないな。ちょ、降りらんね。縦のアスレチック、縦の、あー、なるほど、ワンチャンこいつら踏んであっちに行こうかと思ったけど、そんな高等ディックに僕は持ち合わせてないんで、普通に行きましょうか。緑です、縦のアスレチック。なんか下がったバカもいますけど、僕は普通に行きますよ。